ノール・シュルエルは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワール・アトランティック圏のコミューン。県内での一コミューンは、エルドル川の谷の中に位置している。南都中心部から北に、約30キロメートル離れている。境界を接するコミューンは、カソン、シュセ・シュルエル、プティ・マルス、レ・トゥーシュ、ジュエ・シュルエル、サフレ、エリクである。1999年に、 INSEE がまとめた順位表によれば、ノールシュルエルは都市型コミューンで、なんと大都市圏の一部、およびなんとんなざある都市圏に含まれる。都市的地域に含まれるコミューンである。コミューンは、なんとまで、航行可能なエルドル川に隣接する。川は、なんとアブレスト運河にも水を供給し、その途上で6カ所の拷門がある。アンナート、アノート、ノートといった、 異なる変形を経た後、16世紀からコミュームはノートと解明された。1899年のデクレに伴い、ノートではニオールと混同してしまうのを避けるため、ノールシュルエルになった。コミュームの名はガロ語でノート、ブルトン語でノースとなる。紀元前2世紀から1世紀にかけて、現在のフォーブール・サン・ジョルジュの場所には、ガロローマの村があった。 南都市京フェリックスが6世紀に命じた道路の建設によって、エルドル川の湿地帯で洪水が起きたため、ノールまで川での航行が可能になった。コミューンは主に商業活動を通じて発展した。11世紀、マルムティエ修道院の小修道院が創設された。百九十三年六月十七日夜、ブリキ職人ムーリは四百人から五百人の義勇兵と共に、 戦略的な位置であるサンジョルジュ橋を抑えていた。バンデ軍の南都への進軍を一晩遅らせるためであった。この反乱行為は進軍するバンデ軍に対して南都防衛を組織する機会をもたらし、1793年6月29日に町は救われた。ノールの通りの名はこの出来事に敬意を払っている。 ふふ戦争中の1870年11月4日、プロイセン軍に包囲されたパリのパリ機体から、プロイセン軍によって手紙がくくりつけられた気球、フェルギナンド・フラオコンが飛ばされた。3 9 2キロメートルを飛んだ後、気球はノール・シュルエルに落ちた。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降、 INSEE ハットリール ENMARS2014 ありがとうございます。